忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。並びにインターネット生中継をご覧の皆様、お待たせいたしました。ただいまよりレッスルキングダム11 in 東京ドーム対戦カード発表記者会見を始めさせていただきます。本日司会進行を務めてまいります、テレビ朝日アナウンサーの野上慎平と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて本日は2017年1月4日東京ドーム大会の第1弾対戦カードの発表、並びに大会をどのような形で盛り上げるべく、盛り上げていくかというような施策を発表させていただきます。今回はどんな戦い、そしてドラマが待ち受けるのか、どうぞご期待ください。プレスの皆様はぜひ幅広く掲載のほどよろしくお願いいたします。ここで今大会の概要を私から先日から説明させていただきます。まず大会のタイトルですが、レッスルキングダム11 in 東京ドームです。日時は2017年1月4日水曜日午後3時30分開場、試合開始は午後5時からです。会場は東京ドーム、主催は新日本プロレスリング株式会社、チケットは10月の25日火曜日から一般発売となっています。皆様のお取り扱いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さあそれでは選手の登壇に先立ちまして、新日本プロレスリング株式会社菅林直樹会長にご登壇いただきます。菅林会長よろしくお願いいたします。本日はお集めいただきありがとうございます。私の方からは、今大会に関します施策をいくつか発表させていただきます。まずは決定した第1弾対戦カードを発表いたします。 IWGP ヘビー級選手権試合、岡田和親対ケニー・オメガ。昨日の両国大会の激闘を互いに制し、注目の初対決の実現となりました。この後登場する両者の面持ちやコメントを聞いていただき、大会当日まで期待を膨らませてお待ちください。続きまして、大会キャッチフレーズを発表いたします。昨年は戦いモードの 1.4、 今年はプロレス行こうぜと続きまして、今回は春の訪れとともにやってくる熱い戦いを表現して新春到来 1.4 に決定いたしました。このキャッチフレーズをもとに大会を盛り上げてまいります。3つ目は、すでにプロレス参加日として定着してきました3大会を来年も行います。1月3日はリファアリアにて大プロレス祭り2017、4日は東京ドーム大会、5日は後楽園ホールにてニューイヤーダッシュ、年明けからプロレス団体をご堪能ください。そして昨日華々しく初戦を飾りましたタイガーマスク W が再び新4マットに登場します。次はどんな相手が待ち構えているのか、対戦カードは決定次第発表いたします。最後に初の試みとなる大会イメージテーマ曲の制作の決定をお知らせいたします。制作していただくのは人気ヒップホップユニットサイプレスウィノとロベルト・ユシノさんです。今週のサーバーに熱いメッセージを吹き込んでいただき、東京ドーム大会に向け音楽でも盛り上げていただきます。本日はテレビ朝日さんの番組フリースタイルダンジョンのモンスターラッパーとしておなじみ、熱狂的プロレスファンとしても知られるサイプレス・ウィノさんにこの後登場していただきます。以上、5つの施策を発表させていただきましたが、今後もさらに盛り上がる企画を準備してまいりますので、ご期待ください。年間最大のイベントに向けて選手スタッフ一丸となり取り組んでまいりますので、ぜひライブでご堪能ください。ありがとうございました。菅林会長どうもありがとうございました。さあそれでは今菅林会長のお話にもありましたが、大会イメージテーマ曲を作成していただくことが決定しました。サイプレス上野とロベルト吉野さんからサイプレス上野さんにご登壇いただきます。
せていただきたいと思いますけれども、はい、サイクルスウェブさん相当のプロレスファンだとお聞きしましたけれども。そうですね、もう物心ついた時からあの兄の膝の上でずっとプロレス見ている生活が始まりました。今なおもうずっとそのレースが続いているということですか。もう本当に冷めることなく、先日も両国大会も観戦行かせていただきまして、もう毎日を続けてやっております。そうすると今例えば好きな選手だとか好きな技だとかそういった類のものって何か終わり。そうですね、やっぱ好きな選手はもうたくさんいすぎて決められないんですよね。なんかプロレス全体がもう好きすぎちゃって、あまりなんか押そうとかそういうのはないっていう、もう見てあの感じるのが楽しくてしょうがないです。テレビ関西ももちろん、もちろんあの録画もして見てます。はい、新日本プロレスワールドにももちろん入っております。ありがとうございます、はい、一度そうなんですよ、東京ドームあのインフルエンザなんていけなかった時があったんで、はい、いやあの時も本当便利だなと思いましたね。すごいまで見えて、私も一度腸炎で欠席させていただいたことがありました、かつて。嫌ですよね。嫌ですね、現場に行けない気持ち。すっごいもやもやしてたんですけども、家で本当にこんな風に見れるんだっていうのですごい助かりました。まあ、私の場合は仕事なんですけど、ね、ですよね、休んじゃないですかね、家を見るところですけど。さあそんな中、はい、今回オファーを受けた時のお気持ちっていうのはどんな気持ちだったんでしょう。いやー本当時は来たっていうね。さすがですね。あもう来たなと思いました、完全に。今もうすでにこう考えられているイメージというのはあるんですか。そうですね、あの昨日もやはりもう超満員の両国でお客さんの熱気を一緒に、まあ、感じるというか、自分もその一員だったんですけども、試合から放たれる熱を感じたので、自分たちが作る曲によってあの同じ境遇というか、まあ、俺もお客さんの目線としてこういう曲が来たら絶対大会に熱い熱をもたらすだろうなって曲作りたいし、選手の方にも聴いてもらって試合前鼓舞してもらえたらと思います。今具体的にどのくらいまで出来上がってるっていうのはあるんですか。そうですね、話いただいたのが2週間前だったんで、はい、結構タイトなあれなんですけども、今楽曲を作るパートナーと一緒に、はい、まあいい感じが続いておりますね。これから、はい、11月まで詰めていきたいと思います。いや本当にね、楽しみにしたところではありますけれども、さあそれでは、ここで記者の皆様から質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方は挙手の上、媒体名そしてお名前を、お願いいたします。いかがでしょうか。はい、週刊スパンの小田と申します。いつもお世話になっております。お世話になってます。あの上野さんの方ではですね、はい、吉永さんと一緒にあの曲を作ったりとか、はい、プロレスの方のコラボも多いんですけど、新日本プロレスに限定した場合、一番思い出の試合とか、あのシーンとかっていうのがあれば、ちょっと教えていただきたいんですけれども。思い出のシーンですか。やはり今パッと浮かんできたのは、あの橋本真也選手と重心サンダーライガー選手 のやっぱライガー選手が上半身裸になった時とか、あれは子供ながらにすごいインパクト残っておりますね。すごいな、ジュニアの体すごいなっていう思いますし、もう本当昔から あのもちろん猪木さんの試合とかも当然見てきましたし、あとはまあ何でしょうか、ね、やっぱり新日本プロレスのあのスキャンダラスなルールとかもやはり自分は大好物になってとかするんで、やっぱりいいですね本当に。ありがとうございます。かなり深い話が出てきそうですねこれはね。余計なこと言っちゃいそうな。さて他にご質問はある方いらっしゃいますでしょうか。はい、新日本プロレス公式ですが、プロレスファンの上野さんにとってこの 1.4 という、はい、東京ドームという大会はどんな大会でしょうか。まあやはりあのプロレス界の中でもやっぱり一番あの大きな団体でありまして、その 1.4 があの始まらないとやっぱりあのプロレスの1年が始まらないなっていうふうに、まあ、もちろんあの 1.4 の場合でも 1.2 があの他の他団体さんとかもありますけれども、やっぱみんなそこにプロレスファンがあの集うっていう、まあ、初詣ですよね。それをやらないと今年1年始まらないという気持ちでやはり毎年行かさせていただいております。本当にこう年が明けない感じがしますよね。そうなんですよね。なんでもうそこにみんなで行って、例えばちょっと疎遠になっていた友達と会ったりとかして、すごくいいですねこれが。でその年間の一番最初からもう本当に凄まじい試合が本当に繰り返されるっていうのが本当にそういう景気がいいなと思います。はい、すいません、じゃあ続いて、はい、で
けども、上野さんは今のテレビ朝日のフリースタイルダンジョンに出てらっしゃると思うんですけども、このプロレスとフリースタイルバトル、ラップバトルの、はい、共通点みたいなのが何かあったりしますか？やはり、まあ、相手が言ってくることを受けて返すっていうのが、まあ、フリースタイルというバトルがありまして、ラップ即興でやるんですけども、まあ、その場でやっぱりその来たものに返すっていうふうにやるっていうのは、やはり相手の技を受けて、相手の技を本当引き出して、自分の場合はさらにそれでとどめを刺すっていうか、決着をつけるのが好きなんで、一方通行ではやりたくないっていうのもありますね。なんで、ちゃんと会話、本当に、まあ、ジルができたらジルまで踊るじゃないですけども、本当そういう形でやっていきたいなっていう気持ちでございます。ありがとうございます。はい、その他、いかがでしょうか？よろしいでしょうか？いやもう本当に熱がひしひしと伝わってきます、ね。すごい。普段と全然違うんでめちゃくちゃ緊張しましたけども、ちょっとこうラップに似たような受けの美学みたいなところをね、プロレスからちょっと感じらしい。そうですね、やっぱりすごい本当にフリースタイルバトルっていうのは時に本当に口汚いことでコンプライアンスっていうのがかかったりとかして放送できない瞬間とかもあるんですけども、それでも傷ついた自分がさらにそれを超えるっていう瞬間がやっぱ楽しいっていうのがあるんで、受けの美学っていうのは本当に一番大事だなと思ってます。いや、あと入場を自分の場合はやはりプロレスから学んだものは本当にでかくて、やっぱラップするだけだったらラップすればいいっていう人たちもたくさんいるんですけども、入場で見せたい、例えばマスクをかぶって出てって、その1枚はお客さんにあげるとか、そういうのをすごい学んだ気はします。本当にこう相通じる部分があるのかなというふうにお話からも感じましたけれども、はい、そんな上野さんによるイメージテーマ曲は現在制作中だということで、はい、11月中旬頃より 1.4 東京ドーム大会のコマーシャルやプロモーションにおいて幅広く展開される予定だということです。サイプレス上野さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ、それではこれより選手に登場していただきましょう。 IWGP ヘビー級選手権試合、まずは挑戦者ケニー・オメガ選手の登場です。続きまして、第65代 IWGP ヘビー級チャンピオン岡田和親選手の登場です。
ローク大会で岡田選手はベルト、そしてケニー・オメガ選手は権利賞を見事に防衛して、いよいよ来年の1月4日東京ドーム大会でベルトをかけて相まみえることが決まりました。さあ、それではお二人に現在の心境、そして抱負を伺いたいと思います。でまずはケニー・オメガ選手からお願いいたします。Japan has treated you well, Okada. Fast cars, fancy clothes, an endless supply of money. You've never had to struggle. You've never been hungry. You've never been tired. But there were dark times, Okada. Oh yeah, I remember them. When you were in America, you did struggle.You did go hungry. At the Tokyo Dome, when I beat you, I'm going to remind you of those days. I'm going to drag you back down to the depths, to the bottom where you belong, and make you fight and climb back up to the championship status that you have now. Okada, you are the best. If you weren't,I wouldn't be here, I'd be somewhere else. Beating you means everything to me. Beating you is why I became a heavyweight, Okada. And so, when I do, there will be a new legacy. And it won't be one made and paid for by New Japan and by you, Gato.It will be run by me, a foreigner, something you've never seen before, but oh, it will be glorious. ケニー・オカダ選手、日本、そして新日はあなたのことをとてもよく扱っている。車も洋服もお金も欲しいもの全てを手に入れて与えてもらって、そしてハングリーさも、そして苦労というものも何も味わうことなくここまで来た。でもここ日本ではなくアメリカに参戦した時に苦労、そして苦しさ、そしてハングリーさというものを経験したはずだ。東京ドームでそのアメリカで経験した苦しみを今一度思い出させてやる。俺がこの東京ドームで勝ってお前をその地の底に落としてやる。そしてまたここまで上がってくるための苦労、そしてハングリーさを思い出すといい。お前が最高、世界最高と思っているかもしれないけれども、俺がここに来たということはそれが事実ではないということを証明するため、ここまで俺が来るために全てを投げ打って頑張ってきた、努力してきた、そして新しい伝説、それを作り上げた。その伝説というのは一つでは終わらない。ただその一つが外国人選手がここで頂点に立つという前代未聞の、大きなことを達成することである。お前が苦労を味わうこと、それを俺は楽しみにしている。ありがとうございます。オメガ選手の今話の中にもありましたけれども、岡田選手は2010年にアメリカ海外武者修行に旅立ちまして、2012年の1月4日の東京ドーム大会で凱旋しました。あれから間もなく5年という月日が流れようとしていますが、まあ、そのコメントも受けまして岡田和親選手、現在の心境、そして抱負を聞かせてください。高橋さんとやったレッスルキングダム10がついこの前のような感じはしますけども、もう次の東京ドーム大会のメインイベントが決まったんだなと。本当にこの1年いろんなことがあって、とてもあっという間の1年でした。まあケニーと決まりましたんで、苦労を確かに僕味わったことがないです。苦労したことがないので、それを経験させてくれるというのであれば、経験して苦労してもっともっと強いベストなレスラーになりたいと思います。ありがとうございます。それではご質問をお受けしたいと思います。記者の皆様、ご質問がある方は媒体名、そしてお名前をお
します。いかがでしょうか。はい、新日本オフィシャルですが、お二人に伺いたいんですが、今回が学選手とケニー選手はシングルは初対決となります。なので、改めてですね、まあ、レスラーとしての印象を、まあ、警戒する点があればお聞かせください。じゃあお二人がケニー選手が、はい、ではケニー選手お願いします。Yeah, it's the first time that I've ever stepped into a ring with Okada in a singles match. You gotta know your history. And the thing is, it doesn't have to be the first time at the Tokyo Dome. I could have run to the ring, stood in the middle, went like this, me and you, Okada, and he probably would have accepted the challenge. But you know what I did? Oh yeah.I earned the title shot. I made sure that I deserved to stand in the ring with the best. So, Okada, what can I say? I'm not gonna say a bad thing about you. You are the best. You're tall. You're good looking. A handsome young man. You're an athlete. You're not riddled.With injuries like my body has. You haven't had to destroy yourself to get to the Tokyo Dome the way that I have. But because of that, because of the pain, because of the loneliness, I have something that you don't. And that's a certain drive that a champion needs, Okada. When I look at you now,You look fantastic, but you know what you don't have? You don't have that special something. I don't feel anything when I watch your matches. It lacks heart. Which is strange coming from a Japanese wrestler. Okada, you're just a perfect athlete. And now in this case, it will be my heart, my hunger, my passion that defeats you.そう、シングルで対戦するのはこれが初めて、そしてこの初対戦が東京ドームで実現するというのはどうだろう。あのリングの真ん中に立って俺は一人と男として1対1でこの大きな戦いに挑む、その、挑戦する権利を今回得ることができた。もちろん最高の状態で最高の試合を見せてみせる。本来なら相手に対して悪口を言うのは私は得意ではない。岡田選手はもちろんハンサムで背も高くてとてもファンに愛されている。怪我もなくここまで来て何の苦労もなくここまで上がってきた。それは俺とは真逆。私はたくさんの苦労をして逆境の中怪我も乗り越えてここまで来た。そしてその痛みと自分自身の戦う孤独さ、それを抱えてここまで来ている。それこそがチャンピオンになるために必要な素質だと私は思う。お前にはその特別な何かがない。試合をしているのを見ているその特別な何かというもの、そしてハートがお前の試合の中には見られない。日本では珍しいことかもしれないが、俺は自分の持っているそのハート、そしてハングリーさ、そしてまた大きなこの仕事に対する感情、情熱を持って今回の試合に挑んでみせる。ありがとうございます。それでは岡田選手もお願いいたします。ケニーの印象ですか、ね、まあ、そうですね、タッグマッチでは何回か試合をしたことあるんですけども、まあ、それは去年の話ですし、まあ、ケニーがこうやってヘビー級に入ってきてからの試合は見たことないですし、まあ、ここ G1 も見てないですし、G1 などの権利書の戦いも見てないですから、今回こうやって正式に決まりましたから、まあこれから戦ってどんなレスラーなのかっていうのを感じていきたいなと思うので、今のところは印象はないですね。一つちょっと続けて言いますと、ケニー選手が岡田にはハートが見られない、
ハングリーさえ情熱がないと言われたことに関してはいかがでしょうか。岡田選手ですか。ハングリーさがない。ないのかもしれないです。それはなぜなら全部自分の思ったようにできてしまいますから。まあ、でも本当それは今の自分の中で一番欲してたものではありますから、まあ、それを経験させてくれるのであれば経験させてもらいたいなと思いますね。ありがとうございます。その他ご質問いかがでしょうか。本日は会見後の記者の囲み会見というものを予定はしておりませんので、ご質問がある方はこの場でよろしくお願いいたします。もしもし、はい、じゃあ、もう一つ、伺いたいんですが、去年の方、1年前とかなり状況が違っているとは思うんですけども、お二人とも、特にこのお二人とも岡田選手経営をリーダー格で、ケニー選手はバレットバルのリーダーという部分で、そのお互いのユニットを背負っての対決というのは意識されているでしょうか。ケニー選手は I'm a businessman, so the success of me equals the success of Bullet Club, which equals merchandise sales, which equals money. Aside from that, this has nothing to do with Bullet Club, nothing to do with the chaos. This has everything to do with my own legend. This has everything to do with my 9-year journey in Japan. This has everything to do with all of you people, with every company I've ever come across, holding me down, telling me that, no, you're not as good as this guy that used to be in TNA. You're not as good as this guy that used to be in WWE. You're not big enough to be a heavyweight. This is for all of them. And it's even for the fans that doubted me. It's for me to finally prove, beyond a shadow of a doubt, that I am the best. And the only roadblock standing in my way is Okada. But don't get it wrong. Yeah, there are so many Okada fans. Rainmaker fans, Chaos fans, Gale fans, New Japan Pro Wrestling fans. I want to see all those smiles turn to tears. I'm going to make them all cry. And when I make it rain, it's going to be raining teardrops because they will see their fallen champion layeth in a heap in the ring while I stand holding the belt over his carcass. これはビジネスマンであり、自分の成功か自分自身、そしてバレットクラブの成功につながる、そしてもちろんグッズの売り上げが伸びればそこから利益を大きく得られるようになる。とはいえこの戦いは自分自身のものであり、自分のユニットとは何の関係がない、もちろんケイオスとの関係がない。これは自分のこの伝説を作るための道筋の一つであり、9年間かけて日本でやってきた旅路の大きな一つのゴールになる。自分を、抑えつけてきた。そして私はチャンピオンにはなれない。そしてヘビー級には小さすぎるといろいろ言ってきた人たちに対する全ての人たちに対する戦いであり、もちろん、自分のファン、過去に自分がここまで来れるとは思わないと一回でも疑問を抱いたファンに対する戦いでもある。自分の強さをここで必ず見せてやる。岡田を倒してここで自分の実力を見せる。ただ岡田選手はとても人気がある。ケイオスのファンもゲドのファンもみんな新日のファンというものもたくさんいる。その全てのファンの笑顔を涙に変えてやる。そこでは俺がチャンピオンになって岡田が落ちていくところを目の当たりにし、涙の雨を降らせるファンがたくさん現れるだろう。ありがとうございます。で、岡田選手はユニットのリーダー対決ということに関してはどのようにお考えでしょうか。僕も、
ケイオスさえバネットクラブという考えはなく、まあ、ケニーも吉橋さん、後藤さんと倒してきましたけども、まあ、それは僕にはとっては関係のないことで、まあ、この IWGP の防衛戦の一つとして考えてます。まあ、でもバネットクラブ、まあ、プリンス・デビットにしても AJ スタイルにしても、まあ、このベルトかけて戦ってきましたけども、まあ、その2人は G1 を優勝してないんですから、まあ、ケニーがバレットクラブのリーダー格として唯一優勝した外国人ですから、まあ、それはちょっと楽しみな部分ではあります。ありがとうございます。その他ご質問はいかがでしょうか。では真島さんお願いします。すいません、では最後というか、ご紹介ですけども、まあ、お二人にとって、まあ、今回東京ドームのメインイベント、まあ岡田選手は2年連続になるわけですが、この東京ドームという舞台に対しての、コメントをいただければと思います。ケニー・オメガ選手からお願いします。 From what I understand, there aren't too many foreigners that get the main event spot at the Tokyo Dome. I understandThis is important. This means something. But to me, I still don't feel anything. I'm still in Terminator mode. I still have a very clear goal, a very clear mission, and I'm so close to taking it. So I'm not going to stop now, get nervous, change my training,worry about what people think, how much this is supposed to mean. I'm focused on taking the belt. I'm focused on beating Okada. That's all. So, for me to be the main event of Tokyo Dome, to me, it's great. I get a title shot, fantastic. But really, the real winner is New Japan. You understand? I'm the best bout machine.Nobody has had better performances than me this year. You think up and down the line, I'm not just MVP of New Japan, I'm MVP of Japan, I'm MVP of the whole motherfucking world. I'm not just saying that, it's true. So for New Japan, this is a gigantic plus. Having me in the main event with their best wrestler,You should all look very forward to it. I guarantee it's going to be a classic. Tokyo Dome でも外国人がこのメインイベントという舞台に立つということも珍しいかもしれないけれども、それについては自分は何とも特に思っていない。これは自分が達成するための一つのゴールであり、一つの達成しなければいけないこの人生のミッションだからといって、ここを大きく捉えることはなく、自分は止めどなくトレーニングを変更したり、人が自分のことをどう思うかということを気にしない。俺は俺のためにこの東京ドームに向けて準備を進めていく。東京ドーム、それは特別なことだけど、自分にとっては何が大切かというと、このタイトルマッチの挑戦を、自分が挑戦者であるということ、自分が真のこの新日における戦うバウトマシーンだということ、私以上にいい試合を見せる男が他にいるだろうか、自分こそがこの新日本の MVP である、新日本の MVP であるということは日本の MVP であり、それ以降、それはイコール世界で、自分が世界で一番のプロレスラーであるということである。これは真実であり、とても大きいこと、新日本プロレスを見ている人たち全員にこのことを頭に入れておいて、この試合を楽しみにしてほしい。自分が何をするか、大きなことを成し遂げるところを見てほしい。ありがとうございます。東京ドームのメインイベントに外国人レスラーが立つことになるのは2006年以来、実に11年ぶりということにもなってきます。さて、日本の岡田選手は東京ドームのメインイベント、どんな印象を持ちでしょうか。そうですね、やっぱり世界で一番激しい
試合が行われる場所だと思いますし、一番世界に響く戦いが行われる場所だと思います。でもまあケニーはいろいろ言ってましたけども、まあ、東京ドームのメインイベントはそんなに甘くないと言いたいですね。ありがとうございます。